はい、それではお待たせしました、カジコの部屋始まります。今日のゲストは中村選手です。お疲れ様でした。お願いします。どうですかカジコは。何がモデルになってるのかが分からない。正直モデルないです。本当徹子の部屋で僕は徹子の衣装を要求したんですけど、時間がなくて無理になっちゃいました。ちょっと戸惑った感じがちょっといいかなと思ってます。どうですかマリンフェスト。まあいつもみたいにファンの皆さんの前でできないのは寂しいですけど、で、まあ、時間もちょっと短くなってしまったんですけど、まあ、マリンフェスタっていう形で、まあ、なんていうんですかね、短い時間ですけど、こういう形でやれたのは、まあ、良かったのかなと思います。まあ、また来年、こういう状況が収まって、ファンの皆さんと満員の皆さんで、なんか一緒に楽しいことをできたらなと思います。オフはどんな感じ。オフは料理作ってる。料理は作ってます。たまに適当な。例えば。例えば生姜焼きとか。でもまあネットで見て調べて作ったりしてます。今挑戦したの何。挑戦したいんですか。茶碗蒸し。茶碗蒸し。いいですね。手間かかるじゃないですか。ああ、わかる。なんかちょっとまあやりたくてもちょっと、うん、挑戦できてないんですけど、まあできたら時間があるときにできたらいいなと思います。カジコも食べたい。茶碗蒸し食べたい。来年このコーナーで勝負選手が僕に茶碗蒸しを作ってくれます。私に。結構お笑い番組見てるんですよ。YouTube。最近ね、今年はそんなに見なくなりましたね。ちょっと減りましたね。ペコパさんはロッテファンで。ペコパさんは見えますよ、テレビとか。いかがですか、ペコパさん見てくれてると思う。ペコパさんはなんか FPA みたいなのやってましたね。自分はまだお会いできてないんで、ぜひ球場に来てもらいたいですね。他、この機会、この人誰か。千葉のゆかりにある人とか、千葉ゆかりのある有名人来てほしいなと思いますし、まあ、自分は結構格闘技とかも見るんですけど、那須川天心選手とか、天心さんね、千葉の松戸出身っていうのを聞いたことあるんで、まあ、始球式なりなんかイベントで来ていただけたら嬉しいなと思います。じゃあちょっとオファーしてみますね。はい。でどんな女性が好きですか。はい、一応カジコの部屋で。カジコさんみたいな女性はちょっといや、はい、欲しいかな。カジコさんはどんな女性なんですかね、そもそもね。まあいいや。欲しい女性です。料理はやってきた。料理は、はい、食べるの好きなんで。めっちゃ喋る方がそれともあんまり喋んない人。喋ってくれたら楽しいですし、まあ。おとなしい人だったら、まあ、おしとやかな感じでいいんじゃないかなと思います。来年のなんか目標を言葉で言ってほしいですね。数字じゃなくて言葉で、まあ、今年、まあ、チームとしてチーム一丸となって厳しい時期もありましたけど、そこをまあ乗り越えてクライマックスまで進出できたと思うので、そこもう一個乗り越えて、なんですか、打破してリーグ優勝できるようにやっていかないといけないと思いますし、まあ、個人的にもそうですね、やるべきことをしっかりやって成績を残せるような。じゃあ漢字で言うとダハや。ダハ。これスローガンになりますか。スローガン悩んでるんですよね今。じゃあすみません、カジコの部屋まずは中村翔吾選手でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。いらない。